ここが最初の撮影場所か。なんだか普通の道に見えるけど、どうしてここにしたの？今回の青柳くんのメイクはビターチョコをイメージしたクールで落ち着いた感じのメイクだよね。だからその大人っぽいかっこよさが強調されるように撮りたいなって思ってるんだ。大人っぽいかっこよさか。うん、この路地は落ち着いた雰囲気があるからイメージ通りの写真を撮れると思って。それにこの時間だと、あそこ、あの壁に光が当たってすごくおしゃれなんだ。なるほど、さすが梓沢はよく考えているな。ありがとう。コンセプトもいいね。サイトを見た感じ、可愛らしさをアピールしてる写真が多かったから差別化できそう。ではポーズも大人っぽいかっこよさを表現できるものにした方が良さそうだな。雑誌で見たものなんだが、こんな感じでどうだろうか。あ、私はいいと思うな。なんとなく余裕を感じられるっていうか。うん、路地の雰囲気にも合ってる。ただもう少しメイクに視線を誘導できるポーズにした方がいいかもしれません。例えば顔の近く、口元に手を添えてみるとか。口元となると、あ、すごい、ちょっと手を添えただけなのに自然と顔に目が行くようになったよ。本当か？よかった。ポーズはバッチリだし、あとはカメラマンにお任せかな。そうだね。じゃあ撮るよ。光はメイクが見えるように正面から当てた方がいいかな。あ、でもサイドから当てて片側だけはっきり見えるようにしてもいいかも。うん、影がかかって雰囲気が出てるし、このアングルで行こう。構図は一旦青柳くんが中央に来るように。うん、メイクに目が行きやすいし良さそうだな。次は背景をボケさせて、あ、全体が柔らかい印象になりすぎちゃったかも。かっこよさを出すならもう少しはっきりめに撮ろう。うん、イメージ通りに撮れた。青柳くん、チェックするからちょっと待ってて。わかった。小羽根、なんだかかっこいいね。え？かっこいい？うん、プロのカメラマンさんみたいでびっくりしちゃった。さっき細かく調節してたのってどんな意味があるの？レンズに入る光の量を調整して背景にボケを入れてたんだ。さっきは2枚目と3枚目に入れてみたんだけど、こんな風にボケ具合も変えられるんだよ。本当だ、カメラすごく詳しいんだね。お父さんが好きだから、その影響で。じゃあ次は別の角度から撮ってみようかな。青柳くん、こっちに目線をもらってもいい？あ、うん、簡単にだけどレタッチ終わったよ。これはすごいな。全体が鮮やかな色になっている。うん、加工前よりパキッとしてて、コンセプト通り大人っぽいかっこよさがよく出てるって思うよ。よかった。それじゃあ早速写真をサイトに投稿してみるね。
どんな反応が来るか楽しみだな。うわぁ、この抹茶パフェ、白玉が猫の顔になってるじゃない。私のあんみつはウサギさんの白玉が乗ってるわ。とっても可愛いわね。でしょ、二人ともこういうの好きそうだから一緒に来たかったんだよね。今日は誘ってくれてありがとうね、エナ。それじゃ、早速いただきましょうか。あ、ちょっと待って、こんなに映えるんだから食べる前に写真を。あ、フォトコンテストのサイト開きっぱなしだった。今の順位は10位か。ギリギリだけど入賞できそうじゃん。あら、なんだか機嫌良さそうじゃない。何かいいことでもあったの？まあちょっとね。実は今バレンタインフォトコンテストっていうのに参加してるんだ。フォトコンテスト？そう、このサイトにメイクした写真をアップしていいねの数で順位を競うの。商品のコスメが欲しかったから試しに1枚アップしてみたんだけど、それが思ったより伸びてて。すごいじゃない、その写真見てもいい？うん、これなんだけど。まあ、とっても可愛いわね。さすが、表情作るのうまいわね。メイクも似合ってるし、特にこのピンクブラウンのリップとかエナにぴったりだわ。ありがとう。私もこの写真まあまあ気に入ってるんだ。あら、この写真の上に書いてある数字は何かしら？それは今の順位。10位までに入ると商品をもらえるの。3枚まで投稿できるから構図とかこだわればもっと上に行けそうだけど、今のままでも入賞できそうだし、このくらいでいいかなって。なるほどね。あら、でもエナの写真11位になってるわよ。え、嘘。本当だ、さっき見た時は10位だったのに。一体どんな写真に抜かされて。あ、ちょっとどうしたのよ。見てこの写真。うわ、これってもしかしてトーヤくん？まあ本当ね。しかも10位って、っていうかなんでトーヤくんが参加してるわけ？事情はわからないけど、これは上位に入るのも納得ね。トーヤくんに似合うメイクができてるし、写真の角度や光源にもこだわりを感じるわ。ポージングもとっても上手よね。どこを一番見てほしいのかちゃんと考えられている感じがするし。確かにびっくりしてちゃんと見れてなかったけど、かなりクオリティ高いかも。でもトーヤくんがこういうの得意なんて聞いたことないし、プロに頼んでるとか？わからないけど、このままじゃ10位に入るのは。そうだ、入賞できなくなっちゃう。商品のコラボコスメ可愛いし映えそうだから欲しかったのに。ねえエナ、まさかここで終わるつもりじゃないわよね。え、負けっぱなしなんてあんたらしくないじゃない。当然、本気出せば私だってもっと伸びる写真撮れるんだから。トーヤくんよりいい写真撮って絶対商品を手に入れてやる。そう来なくちゃ。それじゃ私も協力するわ。え、アイリが？ええ、親友のピンチは見逃せないもの。それにいい写真を見てアイドル魂に火がついちゃったわ。私も協力させてほしいわ。
ポージングのことなら少しはアドバイスできると思うから。二人ともありがとう。そうと決まれば早速作戦会議よ。まずはメイクね。あ、テーマはバレンタインだから甘い感じがいいかも。新色のモーブピンクのリップ使ったり。いいわね、リップがその色ならアイシャドウは